ゆりーです。道の向こうの白い文字の看板のお店に行きます。日曜の朝、あまり食欲がないので何でも出てくるヤムチャ屋さんに行くことにしました。ひとまず食器を洗う儀式から始めます。ここのお店のおばさんたちは特に愛想がいいわけではありませんが、ラッキーだと猫の店員さんが巡回に来てくれます。猫の店員さんは通常奥でお休みになっていますが、ご機嫌だったりご飯を食べたくなるとレストランにやってきます。あいにく今日はまだ来ていませんでした。私がいつも頼むのは手前のシンチョンギュンと奥のチューチョーファンゴーです。お茶はポーレイ、プーアール茶かサウメイ、日本語だと白いお茶、白茶を選ぶことが多いですが、今日はサウメイにしました。あともう一皿ゴンチャオアオフォー、日曜日の F 定食を頼んでいます。あとドンレン茶、アイスレモンティーを頼んでいました。厚切りレモンが4枚、いいお店です。これをガシ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 親の敵のように潰して飲むのが香港のスタイルです。特に香港人女子がこれを潰す作業を好んで行います。奥の茶色い平麺がゴンチャオアオホ、日本人の舌にとても合うお味です。猫店員さんが姿を見せました。あ、すぐに引っ込んでしまわれました。がぜん元気になってきました。食事に戻ります。こちらシンチョッキュンは湯葉でお肉やお野菜を巻いて蒸したものです。チュチャオファンゴーはもちもちの中にお野菜やお豆が入って蒸してあります。私は黒酢をかけて食べるのが好きです。猫店員さん再び登場です。この入ったところの陰に餌と水が置かれています。さてゴンチャオアオフォーはそのまま食べても美味しいのですが、お店に置いてあるラー油をお好みでかけても美味しく食べられます。ラー油はお店によりけりですが、ここのお店は具がいろいろ入っているのが特徴的でした。朝ごはんやお昼ごはんなどでこういったお店に来た時、私はものすごくたくさんお茶をいただいてしまいます。ここのお店はおばちゃんが左手いっぱいガシッと一握り茶葉をバサッと入れてくれる豪快さで、たっぷりとお湯も入れてくれているので味がとてもしっかりとしていて美味しいです。ちょうど食べ終わった頃に猫店員さんもお食事を終えて店内に出てきました。巡回が始まります。近づいてくるのにこの微妙な距離感が何ともたまりません。こちらの猫店員さん、壁や椅子をスリ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 するので、人間の店員さんたちは猫さんの口の中に変なものが入らないように壁面など大変よくお掃除されています。だいたい歩く場所は同じみたいで、足跡が前回通った足跡とさらに重なっていきます。スルッと戻ってきたら今度はお店の前に出てお客さんの呼び込みです。お、早速お一人様来店です。案内しているみたい。尻尾がピンと立っています。お、二人目の方も来ました。私の後ろに座っているおじいちゃんも猫好きだったようで、この手は私の手ではなくおじいちゃんの手です。おじいちゃんに触らせてあげた後は今度は私の方へ愛想を振りまきますが、足をこうさりげなく出してもスッと横へ逃げてしまいます。再びおじいちゃんの元へ。猫店員さん、今日の巡回は結構念入りに行っています。再びお店の入り口の方へ呼び込みに行きました。この猫店員さん、
しましまの尻尾が表情豊かなのも可愛いんですが、前足には白い手袋、後ろ足は少し長めの白いブーツを履いているような色合いで、そこもとても可愛らしいです。後ろのおじいさんは待ちきれなくて猫を呼び始めます。今の可愛い声はおじいさんの声です。一生懸命呼びかけたおかげで猫さんこっちへ来ました。おお、ヨガのまさしく猫のポーズではありませんか。白いブーツが可愛いですね。私を含め猫好きのお客さんのところに微妙な距離感を保って何度も近づいてくるあたり、なかなか作詞な店員さんです。お、可愛い。そしてあっという間に違う方向へ進んでいきます。まさしく猫ですね。見ていて飽きません。なんと今日は爪研ぎ姿も見せてくれるというサービス具合でした。おじいさんもたくさん写真を撮っていました。猫店員さん、キッチンの裏へ下がってしまいましたが、おじいさんはなんと店員のおばさんに、猫はどこへ行ったと、この後自分もキッチンの裏へ入らんばかりの勢いで突き進み、質問を投げかけていました。今日のお会計はこちら。ごちそうさまでした。あれ？尻尾？お店を出たら、なんと猫店員さん、いつの間にか隣のお店に遊びに行っていました。壁が好きなのか、スリ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 しています。縄張りを作っているのかもしれません。猫店員さんがいるかもしれないやむちゃ屋さん、お近くを通られた際は覗いてみてください。ちなみに私は毎日覗いていますが、なかなか姿を見ることはできません。ハーチギン、ゆりーでした。